海外起業家夫婦のライフデザインチャンネルということで、今日はですね、個人で起業する3つの魅力という形でお届けいたします、うん、僕たちはですね、お互いですね、個人で起業してビジネスを持ってまして、それぞれ仕事をしているんですね。でそんな僕たちが思う個人で起業する3つの魅力っていうのをお伝えしていきたいと思います、はい。これからビジネスしたいとか起業してみたいなとか、まあ、会社員だけど、自分でなんか副業とかできないかなとかですね、まあ、いろんな方にもしかしたらやりするかもしれませんので、ぜひ参考になればと思います、はい、はい。まず1つ目は自分でですね、自由に全て決めることができる、はい。会社員 の会社に行くっていうのも違ってですね、全て1日をどんな風に使うかも自分で決めることができますし、あと仕事自体も何をしようかなっていうのも全部こう自分で決めることができるっていうのがまずやっぱ一番の魅力ですよね。あとなんかやっぱり場所、どこの場所でするかとか、やっぱり結構2人ともパソコンで、まあ、オンラインでやり取りやったりとかやり取りしたりとか、パソコン一台でできる仕事がすごく多いので、例えば午前中は家で仕事して、で、まあ、ご飯で2人食べて、で昼からですね、カフェに行って、お互い仕事をして、川田帰ってくるみたいにすることが多いんですけど、まあ、こんな感じでこう、じゃあどこで今日は仕事しようかなみたいなことを選べたりとか、あとはやっぱりこう休みも絶対こう土日休みとか全くないので、平日にこういろいろ好きなところに行けたり、もちろん海外にも行けたり、で海外の旅先でも普通にインターネットさえつながっていれば仕事ができるっていうのは本当に大きな魅力だなっていうふうに思います。私はずっと会社員も経験してたので、もちろん会社の仕事も好きなんですし楽しかったけれども、やっぱりこうこれをやってくださいって言われたものをやるみたいな、どちらかというとこう受け身でやってた部分があるけれども、今はやっぱこう自分で自由に決めていけたりとか、あと通勤がないっていうのも大きいかな。それは大きいかもな。結構移動時間に時間使うことも多いから、家でできるっていうのは結構そういう意味でも時間の効率化にもなるかもしれないし、なんかね、それは本当に女性にとっても起業するっていうのは、お子さんがいるとか妊娠されてるとか、そういったライフスタイルの変化に合わせても働きやすいっていう、女性にとってすごく起業するっていうのは一ついい形なんじゃないかなって、思います。そうですね、それでは個人に起業する魅力の2つ目は提供する価値がお金になるです。はい、会社員をしていると月、何万っていう給料が決まってると思うんですよね。で起業すると、もちろんそうではなくて、自分がその仕事をした分お金が、入ってくると、まあ、これは言い換えると、まあ、提供した価値の分だけお金になるっていうことなんですよね。でこれって実はすごくモチベーションとかやる気に、やりがいにすごくつながって、自分がまあ頑張ってば頑張るほどとか、その人に価値を提供すれば提供するほど、それがお金になって、まあ、いわゆる例えばそれが感謝の気持ちだったりとか、その何か学びになったっていうことだったりとか、そういった形でお金が入ってくる、まあ、これが特に上限とかないんですね。固定になってるわけじゃないので、じゃあもっと頑張ろうとかですね、もっとこういうふうにすれば、価値を提供できるんじゃないか、喜んでもらえるんじゃないだろうか、ためになる何か、ことできるんじゃないだろうかっていうふうにどんどんこう前向きに考えていけるっていうのが、個人企業のすごく魅力的な部分なんじゃないかなというふうに思います。私も元々会社員で一定 の、毎月いくらっていうお給料とか、あと年に1回、2回のボーナスをいただいて、それが当たり前だと思ってたんですけど、やっぱり起業して、で自分でお金をこう生み出せるっていう方法を知ってからはですね、やっぱり全然会社員の時は本当に何倍もその収入っていう部分でも上がったし、でさっき の時間も自由にっていうところから、やっぱりこう好きな時にこう海外に行けたりとか、本当にいろんな選択肢が広がるだなって、そうだね、やっぱりお金があることによってそれをどう使うかってところでいろんな選択肢が生まれるから、それはお金っていうのはやっぱりあるだけ、それをこういろんな選択肢、使い方自体は人それぞれあるので、そこ大事なんですけど、まあ、でもそれをこう自分で選べる自由がまたあるので、そういうところがすごく魅力だなというふうに思います。
はい、そして3つ目は、はい、3つ目はですね、自分で考える力が身につくということですね、うん、で考えるっていうのはさっきもあのちょっと私の例を話したんですけど、会社員の時にどうしてもこう会社から言われた仕事とか上司からこれやってって言われたことだけをやるっていう、まあ、受け身な姿勢だったんだけれども、やっぱ自分で起業するとあのどうやったらこうお客さんとか生徒さんに喜んでもらえるかなとか、うん、どうしたらもっともっといい発信ができるかなっていうふうに、こう常にどうしたらできるかなっていうすごい思考になっていたなって思います。なので前はやっぱりこう会社のなんかこうもっとこうだったらいいのにねとか、こう愚痴だけ言って終わるようなそんな会社員時代だったんですけど、でもそれがこう起業することになってもっとこういう風にしたいとか、ちょっとこううまくいかないかとか、どうやったらできるか考えてみようっていう、こうどん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 こう改善の方向にこう持っていくっていうその考え方とか思考がすごく身についたなって思います。なんかやっぱ自分でやってるとこ人のせいにできないというか、何かあった時に、まあ、自分のせいっていうふうに考えないと、じゃあどうしていこうか、これをどういうふうに改善していこうかって思えないので、なんかそういうこうあの自分の考え方、何か環境のせいにしたり人のせいにしたりどうしてもなってしまいがちですけども、それをこうまず自分に責任があるっていうことがまず前提にあると、なんか多分それがもしかしたらこう夫婦の生活とかそういった部分でもあのその考えってすごく役に立ってるなというふうに思うので、まず自分から改善していけるというか、なんか人にこう、まあ、過剰に何かを求めすぎないっていうか、なんかそういう心の土台ができるので、なんかそれは自分で仕事をしてるビジネスやってるこういう個人で起業するっていうことの、あの本当にそこから得たことだなというか、はい、まあ、それを得るために仕事をしたっていうか、結果的に結果的に身についてきたっていうか、そうですね、本当人のせいにできないからね、自分しか、まあそれはある意味責任も、もなんけど、でもなんかそれがこううまくいった時とか、なんかお客さんにありがとうって言ってもらうと、なんかもう本当にね、よかったっていう、はい、というわけで、個人で起業する5つの魅力、まとめますと、1つ目が全て自分で自由に決めることができる、そして2つ目は提供する価値がお金になる、はい、で3つ目は自分の頭で、こう考える習慣が身につくというところを挙げさせていただきました、はい、でこの番組はですね、見ている方の中にはこう起業ってあの難しそうとか自分には無理なんじゃないかって思う方もいらっしゃるかもしれないんですけども、今すごくあの個人でもこうインターネットとか SNS とかが発達していて、個人でもすごくあの起業しやすい時代に、ね、なってきているし、いきなりこう会社を辞めるとかなくても、お仕事をしながら週末からそういったことを可能活動を始めてみる、副業ですね、副業とか週末起業とかっていうのもすごくいい形だと思うので、ぜひあのこれからも私たちの、あの仕事の形だったりとか、あの体験などですね、参考になれば嬉しいなと思います、はい、もしよろしければ動画にいいねやチャンネル登録をよろしくお願いします、はい、で私たちの、SNS や、ホームページの方でも起業の魅力だったりとか、私たちが起業してどんなあの仕事をしているのかっていう様子も発信していますので、ご覧になってください。それではご覧いただきましてありがとうございました。また、どうぞ。